はいどうも、生物観察の鬼でーす。今日はいい天気ですね。ハロウィンつったらね、毎年なんか渋谷でみんなウェーイって騒いでますけども、私は田舎者ですから、あんな恐ろしいところにはね到底足が向きません。渋谷なんて行ったらね、もう3秒で体調悪化して倒れてしまうでしょうね。ハロウィンつったらいたずらなんでね、いたずらしたいんですけども、人間相手はちょっと怖いんで虫相手にしましょう。ちゅうわけで今公園に向かっております。どんぐりが落ちてますね。これはコナラのどんぐりですかね。たくさん落ちてますね、どんぐりが。この公園どんぐりの木がいっぱい生えてるんですよ。これもどんぐりの木ですね。これは大きなクヌギの木です。ここは夏にたくさん樹液が出てまして、カブトムシとかガとかいろんな虫さんが来てたんですけれども、今は樹液も枯れ始めてきてて、わずかに残った樹液にオオスズメバチが来ていますね。こっちの方ではオオスズメバチの集団が樹液場を占拠してますね。わずかに樹液が染み出したところを占拠してます。あーでもね、10月も終わりになってきてだいぶスズメバチ減ってきましたね。今日はハロウィンなんで、このスズメバチ軍団にちょっとちょっかいかけましょうか。いたずらをしてあげましょう。キアシナガバチのオスが飛んできてました。まだキアシナガバチが活動してるんですね。オスなんでこれは刺されることはありません。ふれふれふれ。蜂の毒針というのは元は産卵管なのでメスにしかありません。だからどの種類でもオスには毒針ってないんですよ。なので安心して触ることができます。かわいいでちゅね。これを渋谷に持ってって道行く人にこうね、ピッて蜂をくっつけて、うわ刺されたってするドッキリやってみたいね。さすがに迷惑すぎるかな。これは超巨大なオオスズメバチの模型ですね。あそこのオオスズメバチたちを驚かしてやりましょう。それではこの超巨大オオスズメバチでここのオオスズメバチ軍団を驚かしてやりましょう。ほらほらほら、超巨大オオスズメバチだぞお前ら。お前ら怖くないんか。ほらびくともしませんね。びくともしませんね。無視か無視か。オオスズメバチもっと荒々しいやろ。縄張りに変なやつ侵入してきたらさ、追い払おうとするんですよ本当は。あ逃げた、逃げてますね。ちょっかいかけすぎてちょっかい慣れちゃったかな。この樹液は同じ巣の集団がずーっと占領してるんですけれども、多分ね同じ個体が何回も私にちょっかいかけられてると思うんですよね。それで多分刺激慣れちゃったのかな。攻撃してますね。怒ってる怒ってる怒ってまっちゅね。侵入者だと思って攻撃してます。一匹だけ勇敢な子がいましたね。執拗に攻撃してますね。縄張りに侵入してくる侵入者だと見なしたんでしょうか。怒ってます怒ってます。この子は勇敢やね。この子怒らしたらちょっとまずいな。この子は切れたら何するか分かんないタイプですね。めっちゃ怒ってます。必要に攻撃してますが歯が立たないのでね、ちょっとイライラしてるみたいですね。噛んでも刺しても手応えがありませんからね。なぜプラスチックなんでね、プラスチックの模型なので噛んでも刺しても手応えが全くありません。おお、まだ攻撃してます。同族の他の巣のやつだと思ってるんでしょうか。必要に攻撃してますね。怖っ。うわこれは手出したら刺されるね。うわ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 、怒ってはるわ。めっちゃ怒ってはる。ブリブリに怒ってますね。あまりにもオオスズメバチが激しく怒ってるものですから、ちょっと不安になってきましたね。私が買ってきたコンビニのスイーツちょっと分けてあげましょうか。これいいかな。ほろ苦コーヒーゼリー、コーヒーゼリー。スズメバチってカフェイン結構好きなんですよね。コーヒーゼリーいいかもね。うえ、うわ、うわ、ミルクが、ミルクが表面に浮いとるよ。これ、氷いけんじゃないの。ちょっと一すくいあいつに分けてあげよう。
ほら、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 コーヒーゼリーだぞ。いらんのか？あー、コーヒーゼリーに目もくれないですね。ちょっと落ち着けよ。うまいぞ、コーヒーゼリー。コーヒーゼリーうまいぞ。うわうわうわ。せっかくコーヒーゼリーあげようと思ったのに、怒って飛んじゃいましたね。いかないんで、木に直接つけてあげましょう。ほら、これつけてあげたら、あ、舐めとる舐めとる。でもあんまり気に入ってくれないみたいですね。あんまり気に入ってくれてないみたいですね。ペロッと一舐めして舐めるのやめてしまいます。コーヒーゼリーは嫌いか？あー、大きい子が舐めてますね。あ、でも舐めるのやめちゃった。やっぱコーヒーゼリーは不評か。しょうがないですね。私もとっておきをあげますよ。これなめらかプリンですね。私なめらかプリン大好きなんですよ。これスプーンいらないんですよね。もう舌だけでね、ピロピロやって食べられるわけ。これをあげましょう。ちょっと私もなめらかプリン食べますね。うめえ。これならオオスズメバチちゃんも気に入ってくれるはず。あ、なめてますね。なめらかプリンおいしい？おいしいでちゅか？おいしいでちゅか？あ、なめてるなめてる。ちょっとは舐めるみたいですね。あ、この子も反応して降りてきました。なめらかプリンはコーヒーゼリーよりか評判良さそうですね。あー、あの子舐めてます。がっつり舐めてますね。やっぱいつもいたずらしてますから、ハロウィンの時ぐらいはね、こうやってトリートしてあげないと。トリックアトリートって言いますけれども、いつもトリックばっかしてるんで、こういう時ぐらいはやっぱトリートしてあげないとダメってことですね。この子たちにいつもちょっかいかけて相当恨まれてるはずですから、なめらかプリンでご機嫌を取っておきましょう。ここのスズメバチちゃんにはいつもちょっかいかけてるんで、ハロウィンの時ぐらいはトリートしないとダメですよね。いつもトリックばっかしてるんでね、今日ぐらいはなめらかプリンあげてご機嫌取っとかないとね、そのうち刺されますからね。ヤシナガバチのオスにも与えてみましょうか。食べる？食べる？いる？いらへん？いらないですか？でちゅね、ペロペロしてますよ。かわいい。オオスズメバチよりも喜んでくれてますね。かわいいでちゅね。豚目の栄養を欲してるんですね、この子は。敵はオオスズメバチが占拠していますから、多分この子が近づいても追っ払われるだけです。なんで好きなだけ食べさせてあげましょう。夢中で舐めてますね。いつも虫にいたずらばっかしてるんで、こういう時ぐらいはね、ご機嫌取っとかないとね、ほんと後でひどい目に遭いますからね。じゃあ元いた木に戻しておいてあげます。はい、元気でね。オオスズメバチちゃんもペロペロ舐めてますね。なめらかプリンに免じて今までのことは許してくれよ。しかしなめらかプリンってほんと最高ですね。これ飲めますからね。スプーンいらないんですよ。飲み物ですから。うん、うまか。もうオオスズメバチのシーズンもあと1ヶ月ぐらいですかね。樹液はその前に枯れちゃうと思うんで、もうあと半月もしたらオオスズメバチ見つけるのが難しくなってくると思いますけどね。寂しいね。皆さんもね、自分なりに自分らしいハロウィンを楽しんでくださいよ。何も街に行ってバカ騒ぎするだけがハロウィンの楽しみ方じゃないんでね。虫にちょっかいかけるのもいいですし、家でゴロゴロしてるのもいいですからね。楽しんでくださいね。じゃあ